広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。ライライチューチューポケカニブチュー、ドーライチメガワです。ナナップルです。ヨピレットです。水田健一です。本日トレーナーズウェブサイトにて1月20日発売の拡張パック、スカーレット EX とバイオレット EX のカードリストが公開されました。やったー、やったね。はい、ということでその中のね注目カードをたくさん解説していきたいと思います。はい、いやたくさんねポケモン EX も公開されたよね。そうなんですよ、うん、じっくり解説していきましょう。まずは拡張パックスカーレット EX の主力カードからです。こちらギャラドス EX。 うわー、すごい迫力がなんかこっち側に飛び出してきてる感じがしますね、キラッキラでね、テラスタルのポケモンでもあります、うん、宝石みたいですね。ギャラドス EX は水タイプの1進化ポケモンで HP が300です。そしてこちらテラスタルのポケモンです。1つ目の技が水3個の滝登り100ダメージで、2つ目の技が水水水無色無色タイラントテール180ダメージで、相手のバトルポケモンにダメ感が乗っているなら180ダメージ追加です。はい、こちら早めに用意しやすい1進化ポケモンにもかかわらず最大 HP300 とね非常に大きいところが魅力ですね、うん、そしてテラスタルのポケモンなのでベンチでは技のダメージを受けないということから、ダメージを耐えたらベンチに下げてあげるとサイドを取られづらくなると思います。そして技はシンプルで使いやすい滝登りと、相手のバトルポケモンにダメ感が乗ってるなら360ダメージ出せるタイラントテールの2つです。360ダメージって本当破格ですね、うん、360ってすごい。でこの技を使っていくためにね、エネルギーをどうつけていくのかって重要なポイントだと思うんですけど、例えばオリジンパルキア V スターの V スターパワースターポータルとか手軽でエネルギーをつけやすいかなと思います。他にもキングラー V マックスの技泡祭りとか、カメックスの特性活力戦で一気にエネルギーをつけることもできますね。あとは無色2個分をダブルターボエネルギーで補ってあげるのもいいと思います。あとは相手のポケモンに手軽にダメ感を乗せる手段があるといいですよね。はい、相性が良くて手軽に使えるのは輝くカメックスですね、うん、特性ポンプショットがダメ感を乗せる効果で、ダメ感を乗せる対象はベンチポケモンなんですけど、相手のアタッカーがベンチにいるときにダメ感を乗せておいたり、ダメ感を乗せてからその場にボスの指令で呼び出すなどでタイラントテールの大ダメージにつなげることができます。あとは2進化ポケモンではありますが、インテレオンの特性クイックシューターもバトル版にもダメ感を乗せられる点で使い勝手がいいのでおすすめの組み合わせですね。ギャラドス EX のデッキはこれまで紹介してきた相性のいい水ポケモンを中心にサポートの貝とかと組み合わせながら作り上げていくのがおすすめです。続いて紹介するのがドクロク EX。 かっこいいよ。かっこいいね。このなんか毒のしぶきの感じすごくないですか。飛び散ってるね。確かにカードの下の方にもね、ほんとだ。うん、いいね。ドクロク EX はアクタイプの1進化ポケモンで HP が250です。1つ目の技がアク1個の悪巧み、自分の山札から好きなカードを2枚まで選んで手札に加えます。2つ目の技がアク無色無色毒毒リッパー120ダメージで、相手のバトルポケモンを毒にします。この毒で乗せるダメ感の数はなんと6個になります。はい、こちら毒毒リッパーのダメージと強力になった毒で相手を追い詰めていくというポケモンですね、うん、毒で乗るダメ感は輝く必要ニューラの特性ポイズンピークでも増やすことができるので、毒が回復しなければバンの往復でどんどんダメージを蓄積していくことができます。そしてドクロック EX と同じく拡張パックスカーレット EX に収録されるベトベトンと相性が良くて、うん、このベトベトンは特性毒袋で進化と耐火による毒の回復を防げます。またベトベトンは過去に登場しているものに特性ヘドロードを持つものもいるので、こちらを用意して相手を逃げづらくすることでよりドクロック EX の毒で相手を追い詰めていくという戦術が非常に強力です。毒に特化した戦術はなかなか厄介そうですね。はい、そして上の技悪巧みも好きなカードを2枚持ってこれる汎用性が高い技です。毒毒リッパーでダメージを与えなくても毒で乗るダメ感で相手を倒しきれるよって番には悪巧みを使っていくっていうのがおすすめですね。続いてがパヒュートン EX。もうなんかいい香りしてきそうじゃないですか、うん、なんかそんな感じがします。すごい。パフュートン EX は無色タイプの1進化ポケモンで HP が260です。1つ目の技が無色1個の狂乱の香り10ダメージで、相手のベンチポケモンの数 ×30 ダメージ追加です。2つ目の技が無色3個のヘビースタンプ210ダメージで、コインを1回投げて裏なら次の自分の番このポケモンは技が使えません。こちらエネルギー1個で使える狂乱の香りで攻め続けられるって点が魅力ですね、うん、もしダメージを受けたらサポートのもみで HP を全回復してあげてすぐにエネルギー1個付け直してまた攻めるっていうコンボが非常に強力だと思います、うん、あとはエネルギー3個で使えるヘビースタンプも大きいダメージが出せるので、エネルギー1個の状態からダブルターボエネルギーとかをつけて奇襲的な形で大ダメージを狙うっていうのも面白いと思います。続いてポケモン EX 以外にも汎用性が高くて注目しているカードがあるので紹介したいと思います。ルチャブル。めっちゃかっこよくないですか、うん、この蹴りの感じ、うんうん、すごい好きです。飛んでるね、空をね切ってる感じがするもんね、うん、
こちら非常に便利な特性を持ってます。はい、特性のフライングエントリーが自分の番にこのカードをお手札からベンチに出した時に1回使えて、相手のベンチポケモン2匹にそれぞれダメ感を1個載せます。特性で相手のベンチポケモン2匹にダメ感を載せられるということで、うん、あと10ダメージ分あれば倒しきれるみたいな展開の時に活躍してくれるカードですね。うん、レギュレーションマーク D のガラルジグザグマに変わる役割を果たしてくれそうなポケモンですね。うん、ダメ感を乗せるのがこう2匹っていうのもね、うん、いいよね。うん、また先ほど紹介したガラドス EX とも相性がいいカードなので、ぜひ一緒に組み合わせてタイラントテールを強く使っていってほしいですね。続いて拡張パックスカーレット EX で新登場するサポートを解説していきます。こちらスターダンの下っ端。はい、相手のバトルポケモンについているエネルギーを1個選んで相手の山札の上に戻します。相手のバトルポケモンのエネルギーを減らせるサポートということで、技を使うための準備をするペースを遅くしていくことができますね。また山札の上に戻させるという点から、相手の次の番の最初の引きをね、確定させるってこともできます。うん、相手の手札が少なかったり手札が悪そうだなって時に使うと、相手の動きをかなり制限できる可能性がありますね。うん、確かに手札が悪くて次サポート引きたいなって時にスターダンの下っ端に使われると、次引くのがエネルギーかーって感じになりますよね。はい、ということで拡張パックスカーレット EX の注目カード紹介は以上です。ああ、ここからは拡張パックバイオレット EX の注目カードを解説していくよ。うん、まずはワナイダ EX。 おー、なんかめっちゃこちらに狙いを定めてきてる感じがしますね。うん、ワナイダ EX は草タイプの一進化ポケモンで HP が260です。特性がトラップテリトリーで、このポケモンがいる限り相手のバトルポケモンの逃げるエネルギーが1個分多くなります。技が草無色ワイヤーハング90ダメージで、相手のバトルポケモンの逃げるためのエネルギーの数 ×30 ダメージを追加します。はい、特性のトラップテリトリーで相手の逃げるためのエネルギーを増やして、技ワイヤーハングで攻めていくカードになってます。うん、トラップテリトリーは効果が重なるので、ワナイダ EX を場に複数匹用意できるといいですね。もう場に4匹もワナイダ EX がいたら、逃げるためのエネルギー4個も増えちゃって、もうなんかニッチもサッチもいかなくなっちゃいそうですね。なっちゃう。相性のいいポケモンとして同じ草タイプのリーフや VMAX がおすすめです。うん、技草結びはワイヤーハングと同じく相手の逃げるためのエネルギーを参照するので、ワナイダ EX をたくさん並べつつリーフや VMAX で大ダメージを狙っていくっていうのもいいと思います。続いてはジュペッタ EX。 うわー、なんか手から出てます何かが。怪しいオーラみたいな ね、しかも、うん、あの口をね大きく開けてる表情もすごく素敵ですね。うん、ジュペッタ EX は超タイプの一進化ポケモンで HP が250です。1つ目の技が超1個常闇30ダメージで、次の相手の番相手は手札からグッズを出して使えません。2つ目の技が超無色ポルターガイスト、相手の手札を見てその中にあるトレーナーズの枚数 ×60 ダメージです。はい、常闇でグッズを使えなくして相手の動きを止めつつ、ポルターガイストで大ダメージを狙っていくポケモンですね。うん、グッズが使えなくなっちゃうのめっちゃ厄介ですよね。うん、常闇は超エネルギー1個なので手軽に使えますし、相手はやりたいことができなくなるので対戦のペースをつかみやすいと思います。そして相手の動きが鈍ってグッズが溜まってきただろうなっていうタイミングでポルターガイストです。手札にもうなんか使えなかったグッズがいっぱい溜まってる時に打たれたらもうやばい、大ダメージですよ。そうで、しかもグッズ以外にもサポートとかスタジアム、ポケモンの道具も対象になるので、相手の手札が多い時に使うと大ダメージを狙える確率が高まると思います。うん、しかも相手の手札見れるっていうのは結構嬉しいですね。うん、次の番ねどんなサポートを使ってくるのかある程度予想が立てられるので、戦略を練る上でもアドバンテージが取れると思います。続いてポケモン EX 以外にも汎用性の高いポケモンを紹介していきたいと思います。まずはこちらです、クレッピー。おー、なんかあれですね、キッチンにいるっぽい感じがします。ですかね、なんか後ろにマグカップとかも見えますね。うん、なんかお皿とかでちょっといたずらしちゃってるのかなって感じが可愛らしいですね。ですね、うん、このクレッピー特性がね非常に強力なんですよ。はい、特性いたずらロックで、このポケモンがバトル場にいる限りお互いの場の種ポケモンのいたずらロックを除く特性は全てなくなります。はい、ネオラント V とかゲノセクト V、キワワなど種ポケモンの特性で展開していくデッキに対して非常に強く立ち回ることができます。っていうことは新登場するコライドン EX とかミライドン EX の特性もなくせるっていうことですね。そうなんです、特にミライドン EX の特性タンデムユニットは相手がポケモンを展開するための軸となっていることが多いので、これを止められるっていうのは非常に強いですね。いや、もう自分がもしやれたらめっちゃ安でこれね。うん、同じく拡張パックバイオレット EX で登場する鉄の輪立ち EX と相性が良くて、技サイバネホイールで攻めつつクレッピーに交代してあげて、相手の番のうちは特性の妨害をするというのが強力です。ただしこの特性はお互いの場に働くため、自分の場の種ポケモンの特性もなくなってしまうので要注意です。
続いてはこちらです。オシガリス。かわいい、かわいい、ねえ、なんかさ、切り株の上にさ、ちょこんって座ってさ、周りに木の実が散らばってますね、うん、かわいい。めちゃくちゃ好きです。好きなんだ。特製の巣穴に隠すが汎用性の高い効果になってます。はい、自分の番に1回使えて、自分の手札を全て裏にして切って山札の下に戻します。その後、山札を1枚引きます。自分の手札が良くない時や、山札に戻したいカードが手札にある時に使うと効果的です。使った後は手札が1枚になるので、リーダーの特性、働く前歯など手札を増やせる状況を作っておくと、より安定感が増すかなと思います、うん、特に技八方破れを持つ翡翠ウィンディと相性が良くて、一気に手札を減らして手札0枚で技を決めていきやすくなります、うん、続いてトレーナーズの新カードの解説です。まずはこちら、ピクニックバスケット。おお、なんかめっちゃポケットモンスター、スカーレットバイオレットらしいカードですね。うん、果物美味しそうですね、うん、効果がお互いのポケモン全員の HP をそれぞれ30回復します。はい、複数匹のポケモンにダメ感をばらまいてくる相手に使えると、一気に相手のプランを崩すことができます。またお互いのポケモン全員の HP を回復するので、スイゾロアクブイスターなどダメ感を乗せることで強くなるポケモンに対しては、あえて回復させてしまうことで相手の強みを発揮させない戦い方もできます。うん、自分のポケモンの HP を回復するだけじゃなくて、相手の妨害にもつながるかもしれない面白いグッズですね。うん、続いて紹介するのはこちらです。楓。おー、楓さん来ましたね、うん、このカードを使ったら自分の番は終わります。自分の手札をすべて山札に戻して切って、その後山札を8枚引きます。はい、8枚引き直すことができるので、手札があまり良くない時に役立ちますね。うん、使うと番が終わってしまうので、技が使えない時などに使って次の番に備えるのがいいと思います。続いてはミモザ。いやー、ミモザめっちゃ好き。かわいいよね。自分のトラッシュからポケモンを5枚まで選んで、相手に見せて山札に戻して切ります。その後山札を3枚引きます。うん、トラッシュのポケモンなので、種ポケモンでも進化ポケモンでもいいのが嬉しいですね。うん、最大5枚まで戻しちゃって、もうめっちゃ強くないですか。うん、必要に応じて戻すポケモンを選べるので汎用性も高そうです。うん、レギュレーションマーク D にあった普通の釣り竿に代わって、ポケモンを山札に戻せる使いやすいトレーナーズだと思います。うん、山札も引いていけるので、いろんな状況で使っていけそうですね。うん、ただトラッシュにポケモンがいなくて山札に戻せないときは使えないので注意です。続いてはスタジアムです。テーブルシー。おー、なんかめっちゃ色合いが鮮やかでいいですね。華やかな感じがしますね。うん、学校も見えますね。うん、お互いのプレイヤーは自分の番ごとにコインを1回投げることができます。表なら自分の山札からポケモンを1枚選んで、相手に見せて手札に加えます。はい、こちらはね、コイン次第ではありますが、ポケモンを山札から持ってこられる非常に汎用性の高いスタジアムになってます。種ポケモンでも進化ポケモンでも加えられるので、状況に応じて好きなポケモンを選べて強力ですね。はい、お互いに恩恵はありますが、序盤の展開力を重視するデッキにとっては積極的に入れたくなるスタジアムだと思います。うん、はい、ということで今回は1月20日発売の拡張パック、スカーレット EX、バイオレット EX 収録の注目カードを解説していきました。はい、今後もポケカチャンネルでは新商品の開封動画や新カードを使った対戦動画などを上げていくので、ぜひチャンネル登録をしてチェックしてみてください。はい、高評価もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバイ。